おはようございます。今日は久々にシェーシェーウィークやっていきたいと思います。シェーシェーウィークっていうのは、私が普段から遊んでる友達とか、まあ離れてるところにいるけどずっと友達な子とかに感謝の気持ちを伝える動画になっております。まあ、大体好きなとことか感謝してるとこを3つずつ言っていこうと思っております。そしてハピネスを広げて、ポジティビティを広げて、みんなが素敵な一日を過ごせるという、もう何ウィンウィンなこの企画。まあ、普段暗黙の了解じゃないけど、感謝ちゃんとしきれてないなってところが結構人生であるから、それをちゃんと言葉にして友達に伝えるということはとても大事なことだと私は最近思いますね。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。出なかったね、愛ちゃん。出なくない？てかまた12時8分だった。最近時計見たら絶対12時8分。12月8日高橋の誕生日、エグザイルね。みんな、あ、みくちゃんだ。嘘でしょ。Oh my god、 取れてなかった。ねえ、今みくちゃんと電話したんだけど動画取れてなかったみたい。ということで私だけ読み上げていこうと思います。みくちゃんの好きなところは、本物の妹みたいに守りたくなるところ。2個目はパーマが世界一似合うところ。3つ目はみんなに知られてないけど実は人を褒めるのがとてもお上手なところです。ごめんね。ああ、ほらほら、これみくちゃんとの証拠。動画撮れなかったよ。こんなことある？私ほんとおちょこちょ。エリカちゃん、何？今からね、エリカちゃんの好きなところを3つ言っていこうと思います。はい。1個目はね、うん、こんなにも外見が違うのに普通の人間として私を扱ってくれるところ。はい。2個目はね、うん、日本酒を一緒にたくさん飲んでくれるところ、うん、で3つ目は、うん、好きなことを仕事にしているところでございます。今日も一日ハッピーに過ごしてね。ありがとう。うん、バイバイ。ありがとうございます。バイバイバイ。うん。よかった。日曜日だしね、エリカちゃん。月から金はめっちゃ働いてるんだけど、日曜日、チルデーだから、お休みだからね、お仕事。だからよかった。次行ってみよう。ももかちゃん。もしもし。今からね、ももかちゃんの好きなとこ3つ行ってきます。うん、もしもし。はい、聞こえる？聞こえない？え、なに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 ？聞こえる？もう一回言って。うん、今からももかちゃんの好きなとこ3つ行っていくね。ついていくね。1個目はね、うん、足が誰よりも軽いところ。2個目はね、話すエピソードがすべて面白いところ。3つ目はね、うん、ダンスとプライベートの両立が素晴らしいところだよ。怖いんだけど。ディズニーランドに行って。え、嘘でしょ。え、もしかしたら、え、なおちゃんいるのか。いやすごい、ごめんね、ディズニー中に。今ね、ご飯だったからね。あ、よかったよかった、チルタイムね。え、よかったね、雨降んなくて。ね、よかったよかった、うん、今曇ってるけど。うん、じゃあ楽しんで、ごめんね。ありがとう、バイバーイ。バイバーイ。イエイ。今9人に電話したんだけど2人しか出てくれなかった。みんな忙しいので日曜日。わかる、遊んでるよね。ごめん、ほんまごめん。こんな電話してシンプルにごめん。ということで明日電話するのと、ちょっと電話する人変えてみようかな。やっぱ明日は月曜日だけんが、会社員の友達とかは出れんと思うけん。で、その電話変えて、
時間帯も変えてみよう。では明日お会いしましょう。2日目。すいません、髪の毛の方がちょっとすごい乱れてまして、前髪とかもなんかギャンで45度の方向向いてて、帽子かぶらせていただいてます。すいません。でもちょっと髪オレンジに染めたからちょっとなんか可愛いでしょ、ということでごめんね。それでは次は中学校1年生から13歳までの時から友達のなっちゃんに電話かけていこうと思います。出るかな。出ないね。あいちゃんね、今からあいちゃんの好きなとこね3つ言っていくね。うん。1つ目はね、うん、乙女座のところ。乙女座のところ。うん。2個目はとても私を愛してくれているところ。はい。3個目、3つ目がゴーゲッターなところで、めっちゃインスピレーション、なんかほらこれって決めたらもうゴーゲルみたいな。そうでしょ、そういう性格めっちゃいいと思う。そう、その3つを言おうと思ってこの前からずっと電話してた。そういうこと。そう、そうだけど、なんかみんなさ電話した子にさ、え、なおちゃんどうしたとみたいな、ごめんね、なんかまた すぐ電話かけるけんと言われたから、なんかそんな重要なことじゃないけんね、いいんだけどみたいな、めちゃ気まずい思いさせて、私も気まずいみたいな、だけんよかった。ありがとうございます。うん、でもまた電話するね。それだけ。うん、それだけなの今日は。近所話もないんだね。ということで明日へタイムスリップ。やばい、今めいちゃんからちょっと、あ、電話来てた、ちょっと待って。やばい、急遽だからちょっと手で持つスタイル失礼します。めいちゃんどこやったっけ。あ、めいちゃんが探せない。めいちゃんめちゃ痛い。めいちゃん、ねえ、やっとつながった。今からね、めいちゃんの好きなとこ3つ行ってきます。え、なにそれ。まず1個目はね、うん、なんかどんだけ会わんでも会うとき久々感がないところ、うん、ありがとう。ねえ、思わない、なんかもう、え、いつも会ってましたかみたいな。そうで、2個目が、うん、全てオーガナイズしてくれるところ。おー、難しい言葉使うね。なんか、なんだろう、例えば居酒屋とかでなんか、あ、ここ行こうみたいな、で予約みたいな、なんか漢字みたいな、クイーンオブ漢字。そうで、3つ目が、とてもお金持ちなところ。いや、違えし、それいいとこじゃない。心に余裕があるから人にも優しくできる。本当好きだよ、全部3つ。何、ありがとう。うん、それだけ、ごめんね。何それ。そう、今ほら好きな、なんかとこを行っていくとこ、こ、なんていうの、期間、とことこつけて。知らねえ、マジ。そうなのよ、だからハッピーにできたならそれでよかった。嬉しい。うん、仕事頑張ってな。めっちゃ、そう、大変だと思うけど。いやー、めっちゃ、もう辛い。え、辛いの？めいちゃん。やばい、涙が出きそう。嬉しい。え、辛いんだ。やばい、ちょっと涙が出きちゃったもん。そう、頑張ってね、仕事。うん、全然気をつけてね。分かった。うん、バイバイ。バイバイ。バイバイ。あー、やばいね、もうめっちゃめいちゃんいい子なの。ほんとどうしよう、なんかほんと熊本の子ってなんでこんないい子なの。なんかさ、人生ってさ、トクシックな人、なんかちょっと毒しい人もいれば、こうやってほんとピュアでさ、いい子もいるからさ、誰に出会うかで、ね、ほんと自分の人生って変わってくるなってめっちゃ思うよね。ふぅ、 That was emotional。 とりあえずよかった、めいちゃんの心に届いて。じゃあ明日バイバイ。3日目、おはようございます。出てくれますように。何万打物、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 何万打物。よし、頑張ろう。色キモいよね、ここオレンジでさ、ここ茶色ってどういうグラデーションよね。あ、ペコちゃんごめん、起こしちゃった。あ、大丈夫。あ、ごめんね。あのね、今からね、うん、ペコちゃんの好きなとこ3つ言うね。はい。はい、1個目はね、はい、お笑いをきちんと見ているところ。で、2個目は、うん、心の底から優しいところ。あら。はい、で3つ目は、
お酒を飲むと自然と涙が出て、いつも目がうるうるで可愛いところ。何それ、はい、うん、誕生日おめでとう。ありがとう。うん、今日は OK、 また話そうね。バイバーイ。バイバーイ。イエーイ。いや、よかったね。今回は5人のお子が出てくれました。こうやって電話を取ってくれた子、本当にありがとう。友達をめっちゃ大切にしたいなというのが人生の目標でありまして、それに向かって日々精進しておりますが、なかなかやっぱりね、なんか自分の人生ということもありまして、自分にフォーカスしなければいけない時期もありますし、なかなか全員までは手が届かない面もありますが、こうやって一人一人とコミュニケーションが取れて、毎日愛し愛され振り振られの、まあ、すごいなんか往復関係が取れて、すごい嬉しく思います。本当に私の友達ありがとう。やっぱ人生って人との関係性を築くことなんじゃないでしょうかね。人それぞれ何に重きを置くかは全然違うと思うし、どれが正解とかどれが間違ってるとかは全くないと思うんだけど、私はね、結構友達はなんか自分があったら結構ここら辺まで攻めてる、締めてるな感じだから、そうだね、周りが私をハッピーにしてくれるから自分もハッピーにしなきゃっていうなんか責任感とかもあるしね。面白いね、人生で最近深く考えると。今月もハッピーにポジティブにみんなで頑張っていこうね。また来週、また来週、また来週だよね。あ、これさ、今週最後の動画だ。また来週。